どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、新しく登場したエボリューション2つね、概要とおすすめ選手紹介していきたいと思います。FC24 のアルティメットチームの中でもね、一番このエボリューション熱いと思ってるんですけど、まあ、それがですね、新しいもの追加されましたんで、それぞれ紹介していきたいと思います。ぜひ参考になれば幸いです。そもそもエボリューションって何ですかっていう部分であったりとか、エボリューションを進める注意点については別で解説動画を投稿していますんで、そちらを見ていただけると嬉しいなと思います。ということで早速始めていきます。まずはペイシーウィンガーがですね、これをするには5万コインか1000ポイントが必要になってきます。このエボリューションを達成すると選手に迅速と瞬速のプレイスタイルがつきます。なので初速が速くなるし、ドリブルも速くなるって話ですね。それに加えてペースはプラス8、シュートはプラス3、パスとドリブルとフィジカルはプラス4ということで、まあ、非常に強化がなされる内容になっています。選手の条件は右に書かれている通りで、レートが81以下、ポジションが右ウィング、ペースが最大85、パスが最大80、ドリブルが最大85、フィジカルが最大75、プレイスタイルの数が最大8つになっています。で、なおかつエボリューションはですね、他のエボリューションと重ね書きすることができるっていう特性がありまして、このペイシーウィンガーについても、例えばエボリューションようこそ達成した後にこれをすることができるって話になっています。なので、例えば今画面に映っている金のね、久保建英、これもね、もちろんできるんですけど、エボリューションようこそを通じて位置上げた状態のレートが81の久保建英を使ってもエボリューションできるっていう話です。一方で、少し前まで登場していた容赦のないウィング、これを達成した選手を、このペイシーウィンガーには選ぶことができない仕様になっています。プレビューする選手を選択する画面には表示されるんですけど、その選手を使ってエボリューションを進めることができないという状況でして、まあ多分これはバグなんで治るとは思うんですけど、現状はね、こういう状況になっています。ペイシーウィンガーを達成するためには、レベルを2つクリアする必要があります。まずレベル1については、この3つのね、目標を達成する必要がありますと。セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで4アシスト。セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで、その選手を使って7勝。ライバルズもしくはチャンピオンズでその選手を使って3試合プレイということで、最短7試合で達成することができます。レベル2についても3つ達成する必要があります。セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで4ゴール、セミプロ以上のスカバライバルズチャンピオンズで5勝、ライバルズもしくはチャンピオンズでその選手を使って5勝ということで、こっちはね、勝利が必要なんですけど、これは最短5試合で達成することができます。ということで、ここからはですね、ペイシーウィンガーのおすすめ進化対象選手を10人紹介していきます。まず1人目が久保建英です。ラリーガの月間最優秀のカードも登場しているんですが、このエボリューション対象としても非常にいいと思ってます。レートが80の金のカードから進化するとこんな感じでして、月間最優秀のカードに比べるとペースがプラス3、それ以外の数値は2から3低いっていう状況です。あと月間最優秀のカードとはワークレートも違いますと、素のカードはミドミドなんですけど、月間最優秀はハイミドっていう状況です。ただやっぱり瞬速迅速持ってるっていうのは非常に大きくて、縦にグッといけますし、あとテクニカルももともと持っていますんで、かなりね、いろんな方向のドリブルができるっていうのが魅力だと思います。例えばケミストリーをフィニッシャーにすればこんな感じの数値になりますっていうところで、決定力も95までしっかり上がりますしね、縦にグッといける久保がそのまま最後シュートを打てるという意味では非常にいいカードだと思います。ちなみにエボリューションようこそを挟んでいるとこんな感じの数値になりまして、加速が99まで上がりますということで、まあ元々のエボリューションようこそをしている状態での重ね掛けをするんだったら非常にいい選手だと思います。次におすすめするのがポリターヌですね。元々のカードが81なんで、そこからそのまま進化するとこの数値になります。この選手のいいところは、もともとプレイスタイルが結構豊富っていうところで、特に高精度シュートを持ってるのは非常に嬉しいと思います。ペースとアジリティバランスが90乗っていますんで、まあ、サブでもね、十分活躍できるっていうところを考えると、非常にいい候補なんじゃないかなと思います。3人目がブラヒムです。この選手はやっぱりレアルマドリーなんで、組み合わせが非常に楽っていうところが嬉しいですと。加えてペースもアジリティバランスもしっかり高いですし、あとこの選手ね、逆足が5ですと、これが非常に嬉しいところですね。次に紹介するのがジェシカ・シウバですね。女子のベンフィカの選手になっています。この選手の最大の特徴はスキルが5だっていうところですね。非常にステータスのバランスも素晴らしいですと、ペース90乗ってるし、アジリティとドリブルが91で、決定力も80しっかり乗っていて、プレイスタイルもトリッカーであったりトリベーラ、テクニカルしっかりね、いいもん持っていますんで、サブで使うにしても悪くないカードなんじゃないかなと思いますし、今ロードトゥザノックアウトで登場しているディマリアとの組み合わせとしても悪くないカードなんじゃないかなと思います。次に紹介するのがマルコムですね。サウジリーグの選手になっています。
ペースも九州乗ってますし、アジリティ、バランス、ボールコントロール、ドリブル全体的にしてた素晴らしいですと。それに加えて鋭いパスを持っていますんで、自分でね最後打つだけじゃなくてしっかり周りも使えるっていうのを考えると、まあ、非常にいい選択肢なんじゃないかなと思います。サウジリーグの右ウィングはマフレズぐらいしかいないんで、まあ、しっかり縦に行けるこの選手が特にネイマールとね組み合わせできるっていうのは悪くないんじゃないかなと思います。次に紹介するのがロリエンテです。セリエ A でフランス人なんで組み合わせも結構しやすいですし、ペースもしっかり90乗りますと、まあ、アジリティはちょっと低いんですけど、全体的にバランスはいい選手だと思います。でこの選手もねさっき紹介したマルコモと同じように鋭いパス持ってますし、あとセッター持ってるっていうのは、ね、非常に嬉しいですと。フリーキック精度が91まで上がっていますんで、結構ねそのフリーキックの得点源としては活躍できると思います。次に紹介するのがバスケスです。これも結構面白い選択肢になると思っています。主にサイドバックで使うことになると思うんですが、ペースが90付近でスタミナが97、自分でボールを持った時にしっかりパスであったりクロスドリブルもできるっていうところで非常に役立つ選手になると思います。ラリーガの右サイドバックっていうことでマルコス・チョレンテがね上がってくると思うんですけど、この選手はねより小回りの効く右サイドバックっていうことで結構面白いんじゃないかなと思ってます。次にチェルキですね。今まで紹介してきた選手に比べると明らかにペースシュート低いんですけど、この選手ね面白い特徴2つありまして、まず1つ目が5-5ですというところですね。スキル激足が5-5なんで非常にね幅広い選択肢を取りながらドリブルができるってところが嬉しいですと。で加えてプレイスタイルがね9つになります。鋭いパスもそうですし、テクニカルとかトリッカーとか結構面白いプレイスタイルたくさん持っていますんで、リーグ1でねフランス人ということで組み合わせもしやすいですし、これも面白いと思います。次にベラですね。さっき紹介したチェルキと同じようにこの選手もプレイスタイル9つになります。逆足が2っていうのがねめちゃめちゃネックではあるんですけど、ステータスのバランスも非常にいいですし、まあ、今後もしかしたらね逆足が2以下の選手が一気に4になるみたいなエボリューションも来る可能性も考えると悪くない選択肢なんじゃないかなとは思います。最後に10人目がサンチェスです。アメリカ女子リーグの選手なんですが、ペースが90超えますし、ポジショニングも非常に優秀ですと。何よりこの選手プレイスタイル優秀ですね。鋭いパス、パワーシュート、大胆なパス、こういったものを持っていますんで、しっかりねサブで使える選手になってると思います。ちなみに冒頭に話した通り容赦のないウィンガーとの重ね掛けできないんですけど、もしできるようになった場合この中村敬斗選手がすごいことになります。見ての通りステータス素晴らしいですと。ペース90付近、決定力は85で、ドリブルもねアジリティ、ボールコントロール、ドリブルが80後半あるっていうところに加えて、プレイスタイルも優秀で高精度、容赦なし、トリベーラ、テクニカルを持っていますということで非常に素晴らしい選手になりますんで、もしね容赦のないウィンガーでこの中村敬斗選手やった方はちょっとねこのバグが修正されるかどうかを見た方がいいんじゃないかなとは思います。次にブルーザーウィングバックについて紹介していきます。これを達成すると守備のワークレートが高いになってプレイスタイルにブルーザーがつきます。加えてステータスはペースがプラス3、パスプラス5、ドリブルプラス6、守備プラス11、フィジカルプラス10ということでかなりの強化がなされる内容になっています。選手の条件はちょっと特殊でして、レートが最大74、ペース最大85、フィジカル最大75で、ポジションが右サイドバックなんですが、センターバックができる選手は含まれないという形になっています。このエボリューションもレベルは2つになっています。まず1つ目なんですが、セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで5アシスト、セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで5勝、フレンドリーのエボラウンジでこの選手を使って7試合プレーが入っています。レベル2も同じく3つですね。エボラウンジで3試合プレー、セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで5アシスト、セミプロ以上のスカバもしくはライバルズチャンピオンズで5勝が必要になってきます。最低でも12試合と8試合で合計20試合必要になってきます。次にブルーザーウィングバックのおすすめ進化候補を紹介していきます。まず1人目がマナファですね。この選手非常に素晴らしいと思います。ペースが87まで上がりますし、アジリティバランスも90近く、パスも別に悪くないですし、守備もしっかり80付近ありまして、なおかつワークレートもハイハイで逆足が4、プレイスタイルに迅速も持っているというところで、非常にいい候補になってくると思います。この選手はエボリューションへようこそとの重ね掛けができますんで、ここからさらにプラス1できますというのを考えると、まあ、よりいい選択肢だと思います。次に紹介するのがティモシーウェアですね。さっき紹介したマナファに比べると守備は5ぐらい低いんで、まあ、ちょっとね、サイドバックで使うにはうんってところはあるんですけど、ユベントスなんで組み合わせしやすいですし、ペースも88ありますし、アジリティも90にありますんで、結構ね自分からどんどん仕掛けていけるサイドバックとしては悪くないと思います。3人目がビティーニョです。バーンリーの選手なんでプレミアリーグの右サイドバックということでね、これだけペースがしっかりあって
アジリティバランスもありますと、テクニカルも持っていますんで、自分からどんどん仕掛けていける右サイドバックとしては悪くないと思います。次に紹介するのがレクエです。ペースは84ということで、これまで紹介してきたカードに比べると若干低いんですけど、この選手は守備に定評がありますということで、全体的に80ありますし、フィジカルも80あって悪くないですし、あとはブルーザーと予測のプレイスタイルも両方持つことになりますんで、守備対応で困らないいい選手なんじゃないかなと思います。最後に5人目がリコ・ルイスです。ペースとドリブルと守備それぞれ80付近ということで、まあ悪くはない選手になると思いますし、あとはこの選手 CDM できますんで、そこそこペースがあってブルーザーとブロックのプレイスタイル持っている CDM ということで、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。ということで、今日新しく登場したペイシーウィンガーとブルーザーウィングバックの概要とおすすめ選手紹介してきました。ぜひ参考になれば幸いです。またね、この映ってる黄金の成長が終われば新しいエボリューション来るかと思いますんで、その辺も楽しみに待ちたいなと思っております。今後も FC24 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。